はい、皆さんこんにちは。今週も始まりましたゴルフワンチョコです。進行役のスイングナビゲーター兼ティーチングプロ、ナッキー渡辺です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。では早速レッスンに入っていきたいと思います。今週も先週に引き続き、ボールを飛ばすための体の連動について皆さんにお伝えしたいと思います。今週の課題はこちら。左肩で左腕とクラブを鞭のように動かし、腰の回転でクラブをしならせたら、左太ももに持って来れるようにするというのが今週の練習課題になっております。この連動もですね、先週までお伝えした動きをしっかりできるような状態でないとできませんので、できない方はまた前に戻っていただいて、できる形からチャレンジしていただきたいと思います。では見本を見せながら説明をさせていただきたいと思います。まず構えていただいた際に、ボールと目標に線を引いていただいて、構えていただいていると思います。この形からですね、左肩を線に沿って、テイクバックを始めていただくんですが、その時の動きをですね、ムチをしならせているような形というふうにしていただきたいのがまず一つ目です。右手でこれムチのような道具なんですが、これを振る際にですね、このように逆にしならせといて振る、逆にしならせて振るっていうふうにしますと、ムチのように動くと思います。でこの動きを、このクラブを持った左手でですね、やっていただくような形で上げていただくと、クラブがムチのように後で動きますので、必ず前から見ていただくとこのような動きなんですが、できるようにしていただいて、軽くこのムチのような動きをこうまず入れていただくというのがまず一つ目になります。でこの動きから次に、腰の回転が入った際にクラブが少しムチのように後ろに下がるような動きになってきますので、腰の回転とともに大げさに言いますとこのような動きですね、後ろに。この時に、スナップをかけたような感じで、クラブがしなりますので、必ず2つ目にこの動きが入るようにしてあげてください。そしてこの状態から一気にクラブが左太ももの横ですねに来るような形をとっていただくと、スムーズにクラブが最後ボールを打っていって触れるような動きになってきますので、このちょうどしなった瞬間ですね、後ろへクラブが行った瞬間に顔を右の太ももの方へ移動させる、見るような形でもいいんですが、動きをしていただくと一気にバランスを取ろうとして、顔と反対の方向に、グリップが行くようになり、スムーズにインパクトができるようになってきますので、これを反復していただいて、ぜひとも、クラブのスピードを上げていただきたいと思います。で来週はその後のスムーズにフィニッシュを取る部分と、クラブのスピードを損なわないポイントについて、お伝えしたいと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。失礼いたします。